ゴンドラ乗ってこう上から降りてきたりするから、ゴンドラ乗って上から降りてきてるところにもう、ビッグボス新庄すごかったですね。そうね。あの人は何かやらかすね。楽しい人だね。前、インスタライブ一緒にやった時も楽しかったしな。武さんがプロ野球チームの監督になったらやりたいこととかありますか？全員50メートル5秒台にします。強えだろ、そんなチーム。ランナー出たら全員盗塁できるチーム強えだろ。で、守備めっちゃ全員足速くて、守備範囲みんな広いっていう。全然左中間と右中間がもうなくなるっていう、なんかそういうチーム自体ですね。高校野球とかでそれやりたいんだけどな。大学野球とか。全員100メーター11秒0ぐらい。日ハムのフィジカルコーチになってください。だって。ビッグボスからオファーが来たら行きますよ。はい。ビッグボスからうちの選手見てくれって言われたら、普段はトレーニングとかあんまり教えない私ですけど、ビッグボスに呼ばれたら行きますよ。でも新庄さんとトレーニング理論が合うんだよね、なんかね。新庄さんも俺と同じような体の動かし方とか、その理屈を持ってる人だから、結構合うと思うんだよね。ビッグボス次第です。はい。武井さんならビッグボス新庄を倒せますか？だって。厄介だな、ビッグボス新庄な。厄介だな。ただな、弱点はゼロじゃないよな。ゴンドラ乗ってきたりするからな。ゴンドラ乗ってこう上から降りてきたりするから、ゴンドラ乗って上から降りてきてるところにもうひたすら石ぶつけ続けるから、はい。ゴンドラのロープを切断するか、はい。どちらかで倒せるんじゃないですかね。やっぱゴンドラ乗っちゃうんだよ、あの人。登場でゴンドラ乗っちゃうんだよね。武井さんにコーチングしてもらうにはどうしたらいいですか？金額や時間帯など教えてもらいたいです。教える仕事はしてません。コーチングするお仕事は受けてないですね。だからよっぽどですね、本当に。それこそビッグボス新庄さんがうちの選手頼むって言ってくるとか、まあ、例えば今回のフェンシングみたいにうちの会長やってくださいとか、ね、サッカーの本田圭佑君のチームみたいにこう監督やってくださいとか、なんかそういうオファーが来たら多少コミットしますけど、個人でレッスンをするみたいなことは今は受けてません。いくら積まれても今はやらないと思います。ビッグボスからオファーが来たら行きますよ。はい。